25ご飯の友大根編の時に大根の皮を剥いて千切りにして干しておいたものです。まあ、その後も歴代の大根だったり株だったりの皮を干して、まあ、これだけまあ半年間でたまったのでそろそろこれを調理して食べてみようかなと思います。ね、2020年の7月22日から貯め始めて約半年間かな。これには切り干し大根とあと人参を1本千切りにしようと思います。油揚げの代わりにこのソイミートを使います。この乾燥してる大きい方ですね。これがお湯で戻すと 1.5 倍の大きさになります。お湯が沸いているのでもうこれは火を止めちゃいます。でこの中に必要な分だけ入れて、もう火は消えてますからね。このままこのお湯が冷えるまで余熱で戻します。下準備で出汁を取っておきます。干し椎茸、昆布をちょっと、200cc ぐらいのお湯につけておきます。切り干し大根たっぷりの水に今つけて戻しています。切り干し大根戻してる間にこれも 1.5 倍に膨れたようなので冷めたぬるま湯の中でこうやってスポンジみたいな状態なので水を含ませ出してっていうのをやっていくと匂い的にはきな粉みたいな匂いがするのでこのきな粉の匂いがしなくなるまでこの乾燥したソイミートの中に入っている臭みを取っていきます。これぐらいやると、匂いもだいぶ抜けて気にならないと思います。でこれを全部こうやって絞ってはそうすると分かりますかね。この水もだんだん濁ってくるんですよね。ちょっと同じ黄色だから分かりづらいけど乳白色に水が濁っていくので新しいお水を入れてでもう一回同じようにスポンジを絞るみたいに手洗っていきます。このぐらいやれば大丈夫かなと思います。本当にこの匂いが気になる人はお湯で何分間か湯がいてこの作業を流水の中でやるといいかなと思います。でもまあこれでも十分私は大丈夫だと思うのでここでしっかり絞ってください。ここで水分をしっかり絞ることが大事です。戻したソイミートを油揚げっぽくしたいのでオリーブオイルで表面を焼いていきます。弱火でゆっくり焼いていきます。今焼いてる面がこうひっくり返した時にカリカリってなってる状態までそのまま動かさずに焼いていきます。1分ちょっと経ったと思うんですけれどもひっくり返すとほれ分かりますかね。こんな感じでいい感じのパリッと感が出てるので繰り返して反対側も同じくらいパリッと焼きます。では反対側もいい感じで焼けたので引き上げます。でこのまま冷まします。切り干し大根も戻ってきたのでこれも
まだそんなに古い切り干し大根ではないので、そんなに神経質になって匂いを取ることもないかなと思うので、私は1回ほどの湯すぎでいいかなと思います。たまにあの切り干し大根とかでも、もう何年も経ってでこう茶色くなってる切り干し大根とかもあると思うんですけど、別にそれは腐ってるわけでもないので捨てたらダメです。あの絶対捨てるべからずで、まあ、確かに色はこの水よりも全然茶色い水になっちゃうんだけれども、自分が食べるのに匂いがきついと思うのであれば、この段階で水を取り替えて洗えば全然食べれるので、捨てないでね、捨てちゃダメよ。では人参もこの椎茸も出汁が出たので絞って、昆布も引き上げます。ほら、いい出汁の色が出てます。でこれも一緒に入れちゃうので細く切ります。で昆布も一緒に油揚げ代わりに、このソイミートもなんとなく油揚げっぽく細く切っていきます。ソイミートを戻して焼いたものと、だし汁に使った干し椎茸と昆布、干し椎茸と昆布の戻し汁、約 200cc ですね。この材料でこれから切り干し大根を作っていきたいと思います。今オリーブオイルが入ってます。この中に人参入れます。人参は油と炒めるとベータカロチンが増すので、ここでちょっと先に炒めます。ここでちょっと塩をひとつまみと、で塩を入れてここから水分を出していきます。あまりそんなに炒めなくていいので、そこにさっき切った全部入れて、全体に油が回ったら切り干し大根もほぐして入れます。切り干し大根にもいい感じで油が回ったら、酒をだいたい大さじ1杯ぐらいで、ちょっとアルコールを飛ばして、みりんも1杯ぐらい入れて、だし汁を、で火をちょっと弱火にして、お醤油も1杯ぐらい入れて、お砂糖を軽くね小さじ1杯ぐらい入れます。ちょっとだけ水足します。で火は中火で、このまま切り干し大根を煮含めていきます。たまに上下をかき回し、味見をしてみます。ちょっと塩気が足りないので、お塩と醤油を足します。で、まあそもそもこの切り干し大根が何グラムかも測っていないのに調味料を計量しているのもいかがなものかって感じなんですけど、まあ大体の割合って感じで、あとはもうなんとなくこうやって味見して美味しくなるように味付けしていけば、下準備とか手順とかはどれも一緒だと思うので、ちょっともう一回お塩もうちょいくね、ご自分のお好きな味にしていくのがいいかなと。まあ歴代の大根がこうね、太かったり細かったり、あの時のだわっていうのがいっぱいありますけれども、楽しいね、こうやってね、いろいろ半年間の切り干し大根が煮えていくのを見るのは。でこの汁気がだんだんなくなっていくので、この汁がちょっとなく少しなくなるぐらいまでもう一回出して、でもし
柔らかい、もうふにゃふにゃの切り干し大根が好きな人はもうちょっとだしとかお水とかを入れて、あのもうちょっと煮含めると柔らかいのになると思います。で、私はちょっとあの歯ごたえがある方が好きなので、この煮てるお水は少なめにしています。そろそろいいかな、そろそろいいのではないかと思います。ね、ほぼほぼ汁もないので火を止めます。じゃあちょっと味見します。うまい。だしの素とか白だしとか入れれば簡単にね味もつくんだろうけれども、昆布とこの干し椎茸のだしで十分だしがね出てくるし、あとこのソエミート、これもね油をちゃんと含んで油揚げみたいになってるので、ちょっと食べてみようかな。すごいちゃんと、なんだろうな、油揚げよりちょっと歯ごたえはあるけど、煮汁を全部含んでくれて、で油っ気もあるのでいいアクセントになっている。植物性タンパク質なんだけど、なんかこう動物性タンパク質みたいな役割を担ってくれてる気がします。そしてこれ私の友達のヨッカちゃんが日本から遊びに来てくれた時に持ってきてくれた柚子七味なんだけど、これがめちゃくちゃ美味しくて、でこういう切り干し大根とかにちょろっと入れると、まあこれが本当に美味しくなるので、あとちょっと入れてきた、ちょっとかけて、柚子の皮の粉末が入ってるのがまあ香りも良くなるし味も良くなるし、ありがとうよか、遠くで柚子が香るのがものすごいいいアクセントですね。これは今日食べずにこのまま一晩置きます。このままここに浸水してあるこれ発芽玄米なんですけれども、明日玄米を炊いてこの玄米と切り干し大根で昼食いただきたいと思います。翌日です。汁も全部吸っていい感じやな。お味見、めっちゃ味しみてうま。今から玄米を炊いていただきます。これが玄米の発酵水、昨日作った切り干し大根、今日のお昼ご飯です。これが発芽玄米ご飯、実家の近所のおじさんが作ったお味噌と、酒粕の入ったお味噌汁、シュクルートと、もう今春だからすごいメキメキ育ってくる、スプラウトですね。これも4日ぐらいでもうできるかな。今柿酢を作った時に出た搾りかす、これでドレッシングを作ったので、このドレッシングをスプラウトにかけます。このね、柿酢のかすだったんだけどすごく美味しかったので捨てずにドレッシングにしました。この柿酢の動画もまた随時出していきますのでお楽しみに。で、これが自家製の納豆で、これです。で、この自家製の納豆にはこれもまた常備食で玉ねぎのドレッシング、これをかけて食べます。おはこをちょっと、おはこを味噌汁にも入れちゃおうかな。チアと卵をフレークにしたのをかけて、これも味噌汁にも入れちゃおう。ぬか漬け、これはもううちの定番なので、このぬかも前回動画を撮った時にフランスでぬか漬けができないかってんで、あのアボアンヌ、カラス麦のぬかでぬか漬けを作ったんだけど、結構それもまあ美味しくて、でこっちはそのぬかを普通にヨーグルトに入れたりとかして食べてるので、ぬか食べれるのそういえばと思って、私ももうこのぬかも、日本のこれは米ぬかなんだけど、これも別に食べてもそんなにまずいわけではないのでもう食べるようにしてます。
まあ、自分がつけてるぬかだからね、まあ、信用できるしね、まあ、ということでお昼ご飯いただきます。で今日のメイン切り干し大根、私はやっぱりもうちょっとこの七味をかけて香りもまた増しますからね。ということでお昼ご飯いただきます。